はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたい、ものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこのやすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。今回はですね、今回もなんですけどもね、造血幹細胞移植の骨髄バンクのお話でございます。造血幹細胞移植のお話の中でも最も重要なキーワードと言っても過言ではありません。そして今回もですね、造血幹細胞移植のおさらいから始めます。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんにドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法でございます。そんな造血幹細胞移植の骨髄バンクのお話です。骨髄バンクとは、骨髄、造血幹細胞ですねを提供を希望するドナーさんと移植を希望する患者さんを仲介する機関のことです。非血縁者間で HLA 型が一致する確率は極めて低いですが、多くのドナーさんの HLA 型が登録されているので、 HLA 適合ドナーさんをより高確率で見つけることができます。骨髄提供希望者という神様の優しさのような方は、骨髄バンクに自分の HLA 型を登録してくれます。登録はね、献血ルームや保健所で行います。患者さん側は骨髄バンクにドナーさんの検索を依頼します。で、依頼が来たので、骨髄バンクはドナーさんの選定を行います。選定はですね、以前にもお話しした通りなんですけども、ドナーさんと患者さんのお互いの HLA 型である ABDR 型が一致しているのが決まりです。そしてドナーさんの同意のもと、骨髄液を採取して移植を行います。2006年の時点ではドナーさんの登録数はね、46万人を超えてましてですね、移植実績は2万件を超えております。現在では限定的にね、末梢血細胞の提供も行われています。僕がやってもらったのは末梢血管細胞移植ですね、というのが一連の流れでございます。46万人ものドナーさんがいてくれるのですが、僕が骨髄バンク移植の依頼をしてからです、もう3ヶ月待ちましたね。それでも早い方です。例えば僕と同じ時期に依頼をしても、まだ移植できてない人が実際にはいてるんです。理由はざっくり2つあるんですけども、それはやっぱ HLA 型が一致しないのと、もし一致してもドナーさんの都合が合わないからっていう感じなんですね。厳しいですよね。たとえ46万人もの人たちがね、協力してくれていたとしても、それの理由でドナーさん側も提供できなかった、患者さんも移植を依頼したけど見つからなかったってなってしまうんです。46万人っていうのは、多いようで少ないですよね。足りそうで足りません。なので皆さん知っておいてください。結果的に少ない、足らないということをね。今回は骨髄バンクのお話でした。次回はですね、再対血バンクのお話です。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にこのやすのチャンネル動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。